今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。相田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、つい先日あったかいと思った、その後急に寒くなって雪混じりとかね。そうですね、はい、でまた今日は群馬なあ前橋あたりがですね20度くらいまで上がるっていう、はい、なんかこうあったかくなったり寒くなったり ね、はい、ね。でもそうやって、あと6日ぐらいで東京もどうやらソメイヨシノの開花というようなね、そんな時期になってます。ちょっとあの間が相田さん空きましたが、お変わりありませんか？はい、はい、変わりありません、はい、ちょっと肩の手術をしまして。肩どうかされました？はい、あの野球やってますけれども、50年近い疲労の蓄積があるので、こう肩をクリーニングする手術を。そういうのがあるんですか？はい、あ、そうですか、はい、あのこう言っちゃなんですけども、はい、アマチュアでありますけれども、はいはいはい、プロではないけどないです、はい、クリーニング手術をされたってことですね、はい、これやっとけばあと10年ぐらいは投げられるじゃないかな。そうか、ね、はい、相田さんの中でこの、ま、草野球とはいうものの、はい、とても楽しみなわけですね。そうですね、はい、まあ、生きがいの一つとも言うべきものなので、はいはい、あ、なるべく長くやっていきたい。そうですね、はい、簡単な手術なんでね。そうなんですか、はい、簡単なんですか？そんな難しい手術、あのクリーニングするだけなので。入院されたんですか？入院しましたけれども、はい、そうですか。あの相田さん、気がついたら以前は初めてお会いした時は眼鏡をかけてたんですが、はい、いつの日か眼鏡を外されたんですよ、はい、そうですね、ね、はい、あれ伊達眼鏡だったんだと思ったらそうでもなかったんですね。そうですね、あの、眼内コンタクトレンズというこう ICL というのを、まあ、入れまして、まあ、やっぱり医療の力を使わないと。それはどうしてかというと、はい、キャッチャーをやりになってるから。あの本当は、私プレゼンテーションする、はい、機会が多くて、マスクをしてコロナ中プレゼンテーションをすると、はい、眼鏡がどうしても曇ってしまって、これでずっとマスク生活が続くと考えていたので、そうするとやっぱりこう、もう5分に1回メガネ拭かなきゃいけないような状態になるとこれもとても難しかったので、眼内コンタクトレンズっていうのに変えて。そうなんだ、はい、仕事上いろんな意味でマスクが邪魔だったっていう、ね、はい、まあ、当然ながら野球やるときには、ね、メガネできないのでコンタクトをしていたのがそれ今はしなくて大丈夫になったので。はい、そういうことがあるんですね、はい、さて、ラジオ機の方、今朝ですね、私個人的にはなりますけれども、夜中0時14分ぐらい寝ていました。もちろんそしたら、携帯がですね1回ブインみたいな、なんか1回だけ鳴ったんですね。あれ、これ地震のなんか音のような気がしたなと思って、見てみたら、今日午前0時14分ごろ福島県沖を震源とする地震がありました。福島県川俣町と楢葉町で震度5弱を観測しました。気象庁によると震源の深さおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.8 と推定されます。今回の地震について専門家は、13年前の東日本大震災をもたらした東北沖の巨大地震の余震域で起きていることから余震と見られる、地震活動が活発な状態が続いているので今後も強い揺れに注意をしてほしい、まあ、こういうふうに話しました。まあ、都内でも揺れを感じて、私はあの揺れは感じなかったんですが、相田さんは感じました？いや、私も、感じませんでしたね、まあ、ところによってなのかもしれませんね。そうですね、はい、で東京電力、今回の地震を受けて福島第一原発で2月28日から行っていた処理水の海への放出を事前の計画に基づき停止したと発表しました。処理水の放出は福島第一原発と福島第二原発が立地する自治体で震度5弱以上の揺れを観測した場合に停止する計画となっています。東京電力によりますと今のところ放出に関連する設備に異常は見つかっていないといいますが、放出の再開については改めてですね、パトロールなどを行い状況を確認した上で判断するとしています。今月11日東日本大震災の発生から13年が経ちました。福島第一原発にたまる処理水の海洋放出、去年8月に始まりましたが、溶け落ちた核燃料でありますデブリのこの取り出し、これはまだ行われていません。廃炉の行方見通せていない状況ですね。13年経ってもこの状況ということなんですが、相田さん、これはどう受け止めていらっしゃいますか？そうですね、まあ、再生エネルギーへの、まあ
移行は極めて緩やかですから、はい、もうベース電源として原発の役割は事実上まだ大きいというところで、まあ事故を起こして、まあ廃炉になるのは、まあこれ世界初ということで、これはまあ投資だと思って、まあ総力を挙げて、まあ廃炉に向けた動きを加速させてもらいたいと思います。はい、一方土木学会ですが、首都直下地震が起きた場合の道路などの損傷に伴い経済活動が低迷する経済被害と建物損壊などの資産被害を合わせた経済的被害がおよそ20年間で総額およそ1000兆円に上るという推計を明らかにしました。税収減と復興事業税を合わせた財政的被害は389兆円に上るとしました。電柱の地中化、橋の耐震補強など公共インフラの事前対策に21兆円以上投資すれば、経済被害を369兆円減らし、財政的被害を151兆円圧縮できるとしています。首都直下地震の経済被害、まあ、今私この数字をお伝えしましたが、だから事前にやった方が損害、経済的なこの損害も、軽くて済むってことなんですね。その通りですね。まあ、一方財務省は例えば1兆円のような巨額の被害が出る恐れがある、災害は必ず来る、そのためにお金を貯めておきましょう、節約しておきましょうっていう議論が一方で、またはこのように正しい考え方で、そういう被害を抑えるために投資をしていきましょうという考え方があると、後者の方が正しいと思われますから、まあ、そういう考え方をもとにした、まあ、財政の投資というのをしっかりやっていかなければいけない、国土強靭化をやっていかなければいけないんだと思います。これ自分の例えば家ですね、を考えてみれば分かるかと思うんですが、何もしないで大地震が来て、それで壊れてしまう可能性と、あと、まあ、耐震補強をして、まあ、大地震が来た、まあ、これでのというとどっちがいいんだよっていう感じですよね。投資した方がいい、ね、そうですよね、はい、なのにということなんですね、はい、しかも金利もこれだけ低くて、あ、そうです、もう企業は投資を渋っていてお金余ってるわけですから、はい、政府はいくらでも投資ができるぐらいの余力があるわけですから、やるべきだと思いますね。そうですね、はい、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 X、 旧ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時9分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻6時13分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、こちら朝日新聞、日銀マイナス金利解除を検討へ。日本銀行は来週月曜火曜に開く金融政策決定会合で、大規模緩和の柱であるマイナス金利政策の解除を検討します。判断材料として重視するこの春闘はですね、労働組合の要求に満額回答する大企業が続出、日銀のシナリオ通りに進んでいると見ていて、2013年4月に始めた異次元緩和からの転換に踏み切る環境が整いつつあると言います。日銀は 2% の物価上昇目標を掲げ、国債買い入れなどの金融緩和を続けてきました。物価と賃金が共に上がる好循環が見通せると判断すれば、およそ11年に及ぶ大規模緩和からの脱却に乗り出すと言います。連合によると、今年の春闘の賃上げ要求平均で 5.85%、 大手企業はおととい相次いで満額や要求超えで回答し、賃上げ率が30年ぶりの高水準だった前回を上回る可能性が高まっています。日銀植田総裁は、連合が今日発表する回答の集計も踏まえ最終判断するものとみられています。まあ、後ほど詳しく言います、お伝えしますけれども、日銀が来週の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除を検討すること、これは相田さんはどうご覧になってますか。はい、これは拙速です。
です。拙速、はい、利上げをすべきではないと思います、はいはい、消費と設備投資を含む、実質民間内需、いわゆるあの、民間の力ですね、はい、民間の国内の、需要の力は、はい、まだコロナ前の2019年平均を 1.8% も下回ってる。下回ってるんですね。コロナ前を、民間の力がまだ下回ってるのに、はい、利上げという判断は、拙速だと思います。ただ岸田政権はこの状態は分かっていると、はい、やはりデフレ脱却のための千載一遇のチャンスが巡ってきているので、できるだけの、政策の余力、政策の力はかけていこうとしているので、日銀も独立性はあります、手段の独立性はありますけれども、政府の経済政策の方針と整合的な運営をすることが求められているので、はい、当然そのマンデートを受けた植田総裁は慎重なんだと思います、はい、ただ日銀の中には利上げをしたい人がたくさんいて、今回リークがひどいです、日銀はこう考えている、関係者は、あのマイナス金利政策解除を検討しているだとか、こうリークがすごくて、マーケットに、マイナス金利政策が解除されるということを織り込ませて、きっと植田総裁に対してマーケットは完全に解除を織り込んでますと、やってくださいと迫っているように見受けられます。そうなんですね。あの一方で今年の春闘の賃上げ要求、これは今のところどういう印象をお持ちですか。はい、これは企業がこれまで溜め込んでいたものを吐き出しているだけと、景気が良くて賃金上がってるわけではないの、これまで企業がやはり防衛的に溜め込みすぎたものを、やはり物価高で、労働者が苦しんでいるので、お返ししているだけですので、はい、この賃金上昇というのは景気が良くて上がっているわけではないので、この賃金上昇をもとに利上げをするというのはやはりおかしいわけですね、はい、ですから私は日銀にもう少し大人の対応をしてほしいと、これは、マイナス金利政策を解除すると利上げと言われてしまうので、マイナス金利政策というのは日銀の、金融機関が日銀に預けている日銀当座預金の一部にマイナス 0.1% の金利をつけるというのがマイナス金利政策です、はい、では当然一部ですから、日銀が計算している、理論値はだいたい5兆円前後と言われてます、はい、ただこれはずっと5兆円前後だったわけではなくて、かつて10兆円だったものを副作用があると言って5兆円に下げたんです、ね、はい、だったらゼロにしてしまえばいいじゃないかと。あ、5兆円を、はいはい、別に利上げと言って、需要抑制する利上げ方向に向かってますと言わなかったとしても、これをゼロに下げれば、はい、もうマイナス金利政策っていうのは、事実上解除してと同じことになるわけですよね、はい、そういう大人の対応をすればいいと。ただ日銀はやはり利上げをしたい、金融政策を正常化したいというイデオロギーを持っているので、はい、ちょっと子供のダダがこねるように、だんだんこうマーケットにリークをして織り込ませて、なんか利上げをやってしまおうというような動きに、見えますので、ここはデフレ脱却の千載一遇のチャンスですから、これを潰したら、はい、もう二度ときっと戻ってこないリスクがあるわけですから、ここは慎重にやってもらいたいと思います、はい、続いてはこちら、日経新聞、バイデン氏が声明、 US スチールアメリカで所有されるべき。アメリカのバイデン大統領、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手 US スチールの買収をめぐる声明を出し、 US スチールは国内で所有運営される鉄鋼企業であり続けることが重要だと表明しました。日本製鉄の買収に慎重な姿勢を鮮明にしています。バイデン氏の声明については、法的な意味でこの案件に介入したわけではなさそうだ、こういう見方があります。アメリカ大統領選挙の選挙戦が加速する中で、東部ペンシルベニア州の全米鉄鋼労働組合が買収に反対しています。バイデン氏の声明は、大統領のこの選挙のですね、激戦州で労働者の支持拡大を狙ったものと見られています。トランプ前大統領が以前ですね、買収には反対だというふうにこう言ってます。このあたりの動きはどうご覧になりますか。はい、まさしく政治的な動きです。はい、やはり選挙というのは国際協調と比較しまして、国内問題というのはやはり圧倒的に票が動きやすいですから、当然ながら、政治的な動きになります。選挙期間中はやはりこういう案件というのはとても、進むのは難しいので、選挙後に、
まあ、次の政権と、まあ、どういう折り合いをつけていくのかによって、はい、まあ、成否が決まってくるんだと思います、はい、だってもともと考えると日本製鉄と US スチールが、まあ、折衝を行って、はい、いろんな他の企業とも行ってるはずですよね、はい、その中で一番いいのが日本製鉄だと US スチール側も判断したはずなんですよね、はい、そうですね、まあ、ただそれとは別にこういう感情が動いているということですね、はい、時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。読売新聞から、外食や流通繊維などの労働組合が加盟する UA 全線は昨日今年の春闘の妥結状況について一時集計結果を公表しました。深刻化する人手不足を受け、パートなどの賃上げ率は前の年と比べ 0.55 ポイント増の 6.45% と、正社員の賃上げ率 5.91% とともに過去最高となりました。 UA 全線の会長は、去年を大幅に上回る賃上げや正社員とパートの賃金格差の是正など一定の状況を作り出すことができていると今年の春闘の手応えを語っています。 UA 全線はおよそ2200の組合が加盟する産業別労働組合で、組合員数およそ185万人です。傘下に外食・小売などを抱えていて、組合員の6割がパートや派遣社員などの非正規です。パートの賃上げ率が正社員を上回るのは8年連続です。 UA 全線の一時集計でパートと正社員の賃上げ率が過去最高になったこと、これは相田さんはどうご覧になりますか。はい、この1年間で、企業の貯蓄率、まあ、貯蓄する、まあ、率は GDP の対比で見ると 1.8% から 4.3% に急上昇していると、はい、これは円安または、まあ、景気の回復もあって、はい、コロナ禍の回復もあって企業の収益がぐんと上がって、その分企業はぐーんと溜め込みまくったと、はい、この溜め込んだ部分を今吐き出しているだけだということですね、やはり、まあ、円安は家計には、まあ、生活コストの上昇として負担になるので、企業が溜め込みすぎた分を返しているというのが、はい、まあ、現状だと思います、まあ、ただこれね、いやすごい賃上げだとか我々ニュースでいいなぁなんて思いながら見てますが、あれはもうほんの一握りの大企業そうですね、ですよね、はい、まあ、今回この前線に関しては労働組合側ではありますけれども、まあ、その企業って言ったってやはり大きいところが多いと考えた方がいいんでしょうか。そうですね、まあ、労働者の中の、まあ、ごく一部が、収益が相当好調な、まあ、大企業から、はい、ある意味で資金が労働者に返されているという状況だと思います、はい、まあ、考えてみれば従業員が10人以上いる企業が日本には42万社ぐらいあるとかね、はいはい、言われます。だからそれが全部景気以下というとそうでもないんでしょうか、ね、そうではないですね、はい、さてリクルートが昨日発表した2月のアルバイトパート募集時の平均時給は三大都市圏、首都圏、東海、関西で前の年の同じ月と比べ50円高い1192円でした。伸び率は現在の方式で算出を始めた2018年3月以降で最高だったといいます。日経新聞、新年度に向けた新規の募集が本格化する中、春季労使交渉での大幅賃上げを睨み、企業はアルバイト・パートの時給の引き上げに動いたと報じています。アルバイト・パートを募集する時の平均時給も上がっている、これは相田さんどうご覧になりますか。はい、まあ、コロナ後に、まあ、やはり高齢者などが、労働市場から、引退されてしまった、はい、そうすると当然人手不足になると、その人手不足はやはりこう労働需給の影響を受けやすいアルバイトですからとかパートの時給の、まあ、上昇につながっているんだと思います、ただ、これ正社員の賃上げも、まあ、企業の溜め込みすぎた分を今返しているだけですし、人手不足もある意味ではそういう、こう高齢者などが労働市場から、いなくなってしまった部分の人手不足を埋め合わせているだけなので、決して日本の内需がすごい強くたって、
デフレを脱却できる局面に来るほど景気が良いから賃金が上がってるわけではないということですね、でここで、まあ、ある意味で裏を見なきゃいけないのは、もし来年景気が後退をすれば、ここの春闘で賃上げをしてしまった部分は、単純なるコスト増になってしまうということです。企業収益を今度はぐんと下落とす力になってしまうので、まあ、景気をもうこの数年間後退させないというのはとても大事なので、だからこそ政府日銀は政策によって景気を後退させないことによって、こういう賃金上昇が持続的に行う環境を整えなきゃいけないんですが、来週日銀がやってしまいそうなのは、利上げしてしまいそうなのはちょっと不安ですよね。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞から、参議院の政治倫理審査会は昨日、自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受け、安倍派の幹部だった世耕前参議院幹事長ら3人の審査を全面公開で行いました。安倍元総理が還流キックバックの中止を指示した後も還流が続いた経緯に関し、世耕氏は2022年8月の安倍派幹部らの協議で、議員らに対する何らかの資金的な手当が必要だとの方向性が決まったと明らかにしました。政治倫理審査会に出席したのは世耕氏のほか、いずれも安倍派に所属した西田昌司元参議院国会対策委員長代行、橋本聖子前参議院議員会長。安倍派をめぐっては2022年4月に当時会長だった安倍元総理が還流の取りやめを指示し、安倍氏の死後に世耕氏、塩谷氏、そして下村博文氏、西村氏らが還流の是非を協議した経緯があります。で、世耕氏は協議について意見交換の場であったと語りました。パーティー券の販売ノルマを超過した議員らに対し、現金還付以外の方法で手当しなければならないという方向性は決まった、まあ、こう説明する一方で、還流に対する違法性の認識は全くなかったと強調しました。世耕氏、還流のこの継続が決まったことについては自身の関与を否定し、誰が決めたか私も知りたいと語りました。昨日の政治倫理審査会について読売新聞は、不正なキックバックの継続が2022年8月の幹部の協議後、なし崩し的に決まり、誰も問題の是正を図らなかったという無責任な構図が浮き彫りになったと報じています。昨日のこの政治倫理審査会、参議院ですけれども、相田さんはどういう印象をお持ちでしょうか。はい、政治が、まあ、政治資金問題で、まあ停滞してしまっているというのは、大きな問題です、はい、今こそこの政治のリーダーシップが、まあ、必要な、まあ、時になってます、まあ、理由は、まあ、6月に政府の公式な経済政策の方針である骨太の方針というのを毎年決めます、はい、今年は3年に一度の経済財政一体改革の、まあ、改定の年なので、まあ、どういう、いわゆる財政方針にしていくのかというとても大きな議論が6月に決定されます、はい、ということはこの1月から6月まで本当はこの政治資金問題ではなくて、まあ、そういう問題ですねに、やはりこう政治のリーダーシップが働かなければいけなくなっていると、はい、となると今までのこうプライマリーバランスの黒字化、という、 こう、まあ、よく財務心理教と言われますけれども、はい、もう景気の状態がどうであれ財政黒字を目指していくんだという、まあ、ある意味です日本だけが、まあ、やっているこうガラパゴス的なルールから、よりこう現実的な財政の規律のルールに、まあ、変えていこうということを今まさに政治はやらなきゃいけないわけです、はい、しかしこのように政治資金問題で政治のリーダーシップが止まってしまうと、当然、官僚主導になってくる、はあ、官僚主導、はい、官僚主導になってくると当然、まあ、これはある意味で今までの、を踏襲するというのが官僚のやり方ですから、はあはあ、プライマリーバランスの黒字化というのが、まあ、普通に、そのまま残ってしまうと、当然日本経済の回復が止まってしまう、はい、まあ、これ日銀の問題もそうで、もし政治がこんなに停滞していなければ、うん、
日銀が利上げをすることもなかったと思います。はい、当然政治のリーダーシップとしてはデフレを脱却するための千載一遇のチャンスなので、まあ、政治も、はい、まあ、政府も、日銀も一生懸命やっていきましょうというのが今コンセンサスだったわけですから、まあ、そうではなかったんですが、まあ、政治が停滞していることによって、まあ、日銀も官僚主導で金融政策正常化利上げという方向に向かっていってしまうわけですね。まあ、こういうところは、まあ、正式問題というのは大きな問題ですけど、それ以上にまあいろんな問題も絡んできてしまっているというのが現状だと思います。まあ、経済から見ても非常によろしくない状況になっているということなんですね。はいはい、さあそれではここからは相田さんにこのテーマで話を聞きます。日銀がマイナス金利解除の議論へ。日銀が来週18、19に開きます金融政策決定会合でマイナス金利を解除する公算が大きくなっています。今年の春闘で大幅な賃上げ回答が相次いだことで、この日銀がですね、大規模な金融緩和政策の変更に踏み切る材料が整いつつあると。日銀植田総裁はおとといの参議院予算委員会でマイナス金利解除などの政策判断について春闘の動向は大きなポイントと発言していました。足元の物価上昇率は日銀が目標とする年 2% を上回っています。マイナス金利政策解除の動き、相田さん、改めてこれはどうご覧になりますか。はい、金融政策をめぐる政府と日銀の綱引きが続いています。はいはい、まあ、政府は賃金上昇を伴うデフレ完全脱却の千載一遇のチャンスをものにするためにできる限り金融緩和は続けてほしいと考えているとみられます。はい、一方日銀は現行の金融政策緩和政策というのは異常で、金融政策の正常化というこうイデオロギーで早く金融政策を引き締め方向に、まあ、舵を切りたいと考えているとみられます。はい、まあ、日銀の金融政策の独立性の建前があるため、通常金融政策の考え方の情報発信は日銀サイドのものからが多くなります。まあ、春闘で賃金上昇を確認して次の4月の決定会合で展望レポートを出して、はい、新たに予想する2026年度の物価上昇率に初めて2という数字を置けるようになり、物価目標の達成が見通せるようになったとして、日銀はできれば4月までにはマイナス金利政策を解除して金融政策を正常化したいと、まあ、考えているとみられます。はい、でその日銀ですが、物価上昇に合わせて賃金が上昇する好循環を確認できた場合、安定的持続的な物価上昇という目標達成を見通せると判断し、マイナス金利を解除する姿勢です。まあ、ただ、このマイナス金利政策の完全なる解除はできないだろうと相田さんはご覧になるということなんですが、このあたり教えていただけますか。はい、政府は次に景気が悪化してしまった場合、物価が上昇を続けられるか、これまだ自信がなくて、デフレ完全脱却の条件は満たされていないと見ていると、見ています。はい、まあ、日銀法では金融政策の、手段の独立性はあっても、まあ、政府の経済政策の基本方針と整合的なものになるように、まあ、する義務がありまして、政府の力が、まあ、強いのが現状です。はい、まあ、日銀がこうマイナス金利政策を解除しますと、総需要、需要の回復はデフレ完全脱却のために十分になってきたという間違ったメッセージをこれ発することになってしまいます。はい、6月には、まあ、政府は2025年度の予算編成に向けたこれ骨太の方針を決定します。はい、この骨太の方針が金利上昇への懸念もありまして、デフレ脱却後の予算、すなわち緊縮方向の結論になってしまうリスクを、生むことになります。まあ、プライマリーバランスを黒字化させるような緊縮予算を組んでしまいますと、はい、当然ながらこう内需はこうしぼんでしまうことになります。まあ、物価上昇のこのモーメンタムというのはこう一気に失われていって、デフレに戻ってしまう、リスクが大きくなります。はい、まあ、政府と自民党は日銀の拙速な引き締めの判断がこの財政政策の方針に逆に影響を及ぼすことを、まあ、警戒しているとみられます。はい、まあ、デフレ、まあ、完全脱却のこう千載一遇のチャンスをものにするために、まあ、日銀に経済政策の方針と整合的な、まあ適切な金融政策を求めまして、はい、まあ、総需要を抑制してしまう、まあ、引き締め方向の行動はもう少し待ってほしいと、まあ、望んでいるのが政府日銀の、まあ、ある意味で考え方だと思います。はい、まあ、日銀がこのような政治の反応がわからないほど、まあ、政治音痴ではないことを、
願いたいと思います。願うということなんですね、はい。まあ、ただ今相田さんおっしゃるようにとにかく日銀の中では正常化したい正常化したいって思いが強いんですね、はい、強いです、はいはい。さて一昨日の集中回答日の結果大企業では経団連が目指す 4% を超える賃上げが実現する情勢となっています。一方大企業だけでなく中小企業、まあ、こちらのですね賃金動向も把握した上でじっくり判断すべきだこういう慎重意見もあります。植田総裁1月の会合後の会見で極めて緩和的な金融環境が当面続くこういうふうに述べて急ピッチの利上げは想定していないことを明らかにしています。まあ、仮にマイナス金利政策を解除しても緩和的な金融環境というのは維持していくこれはどういうことなんでしょうか。はい、マイナス金利政策の解除は、はい、まあ、日銀が、まあ、コントロール、できる短期金利の利上げを意味しますので、はい、まあ、相乗を抑制するこう引き締め方向の判断になります。はい、マーケットはではどこまで政策金利は上がっていくのかを意識していくことになります。まあ、2% の物価目標が実現すれば通常は 2% まで政策金利が上がっても不思議ではありません。はい、まあ、日銀はマイナス金利政策を解除しても追加の利上げは極めてゆっくり行うというメッセージを発することで、はい、まあ、緩和的な金融環境を維持していくということだと思います。はい、まあ、追加利上げが、まあ、順調にできないと初めから分かっているのであれば、まあ、政府の経済政策の方針いわゆるデフレ脱却のための千載一遇のチャンスですというこの方針と整合的ではない動きを持たれ疑いをこう持たれてしまってまでマイナス金利政策を解除することはやはり問題があると思います。はい、まあ、日銀がまあコントロールできないまあ長期金利を抑制しようとしてこう無理があった、まあ、イールドカーブコントロールの撤廃っていうのは分かります。あ、それは分かる、分かります。はい、ただ、まあこれ落としどころをつけるのが大人の対応で、マイナス金利政策というのは日銀当座金残高という我々金融機関が日銀に預けている一部にマイナス金利が適用される、はい、その理論値というのを日銀は5兆円程度としている、これはかつて10兆円から5兆円に下げたことがあるのでこれをゼロまで下げてしまえば、はい、まあ、事実上利上げと言わなくても、マイナス金利政策は事実上解除ができるわけです。まあ、そういうこうある意味でちゃんとテクニカルな動きを使って、はい、いわゆるこう利上げ次の、ある意味で引き上げ引き締めが意識されるような動きをできるだけ抑制して、はい、内需の回復に努めてもらうそういう大人の対応をしてもらいたいと思います。今の大人の対応をやったとしてこれ周りのマスコミ含めて反応はどうなるんでしょうね。まあ、今マイナス金利政策解除を検討してリークが多いですからね、はい、まあ、驚くかもしれませんが結局は日本経済がデフレを脱却する千載一遇のチャンスをものにするためには、まあ良い判断になるんじゃないかと思います。はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテータークレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓二さんです。さて、先ほどもですねいろいろお話聞いておりますが日銀マイナス金利解除の、まあ、議論へという18、19政策金融決定会合、まあ、こちらで話し合われて、決断がある意味の決断が出るんじゃないかみたいなことも言われておりますが、先ほどから相田さんはちょっとまだそれは早いですよと、はい、いうこと、あとやり方もありますよと、はい、やるんだったら大人のやり方、はい、まあ、これを選ぶべきですというあのお話がありました。そしてもう一つなんですけれども、まあ、日銀が来週にもそのマイナス金利を解除するという思惑からですね為替株価にも影響が出ています。日経平均株価今月4日に初めて4万円台に達しましたが、まあ、その後3万8000円台に落ちています。まあ、会合で示される今後の政策方針次第では株価はこれどう影響するんでしょうか。はい、年後半には米国の景気と物価上昇率が減速しまして、はい、中央銀行アメリカの中央銀行の FRB は利下げに転じていくことが、まあ、確実視されています。はい、まあ、日銀が引き締め方向のスタンスを持っていれば、日米の金利差はぐんと縮小していく思惑が生まれますので、はい、円相場が大きく円高に振れるリスクがあります。うん、そうなると輸出と内需の停滞が続けば
この春闘の賃上げによって企業のコストが逆に上がってしまって、はい、収益が下押されるという解釈に一気にこう逆の方向に変わってしまう可能性がある、はい、そうなると大変で、株価がまあさらに下落をする可能性になるということです、はい、まあ、そうならないためには、まあ、デフレ完全脱却の条件がこう満たされるまで、いわゆる千載一遇のチャンスをものにするまで金融政策と財政政策のプリシーミックスを継続しまして、はい、まあ、国民の生活を支える必要があると思います、はい、と、まあ、今後いろいろ数字も見ながらですね、日銀も判断していくわけですと、相田さんがお考えになるこの日銀のどのくらいの数字をいつまで見ながら決断をすればいいというふうにお考えですか。まあ、基本的にはアメリカがこれから利下げしていくわけですから、まあ、過度な円安ともなくなっていくわけで、FRB が利下げしていくというのはアメリカの景気がやはり減速していく、ね、ということを見込むまたは確認することによる利下げですから、いわゆるこう引き締め効果というのは米国経済が減速してくれることによって、起こるわけですね、はい、ということは日銀がわざわざ利上げしなくてもいいわけです、はい、ということは日銀は、アメリカの利下げが十分いって次にアメリカの景気が循環的にこう回復するような局面が見えてきたところで、マイナス金利政策を解除すればいいわけですね、いつも日銀というのは、FRB が利上げをしていくと、だんだん我慢ができなくなって、利上げの一番頂点の時に日銀はもう我慢できなくて利上げをするとやると、今度はこうアメリカは利上げの頂点ですから景気は悪くなっていくわけです、そう、日本はまたデフレに戻るということを過去2回繰り返し間違いを繰り返しているわけです、はい、今回間違ったら三振になってしまうわけですから、三振になるとさすがに政治の側からやはり日銀法がおかしいと、日銀法がおかしいと、はい、物価安定というものがだけがマンデートである日銀と、物価安定と雇用の最大化、すなわち景気に対して配慮してくださいというマンデート、まあ、2つのマンデートを持っている FRB とやはり違う日銀法にもやはりちゃんと景気雇用を考えながらやってください、物価安定とのバランスを見てくださいという形に変えないと、いつでもいわゆるこう物価が一番高くなる、あのグローバルな循環の一番景気がいいピークの局面で利上げをして、そこから起こっていくということを繰り返してしまうわけですね、まあ、日銀には大人の対応をしてもらいたいと思いますね。でも、まあ、いずこも同じと言ったら言い過ぎかもしれませんが、悪しき伝統みたいなものがあるってこと、もしくは時代にもうそぐわなくなってる、当時は良かったかもしれないけどってことなんでしょうかね、そういうことだと思いますね、まあ、当時はやはり物価を安定させるっていうのが日銀の、まあ、ある意味で一番大事 大事なことだ、まあ、その他にまあ金融システムの安定というのもありますけれども、物価の安定がまあマクロ政策としては重要であって、まあ、景気のはどちらかというと政府の方が判断するという考え方でしたけれども、やはりこれはやはり時代にそぐわなくなってきています、はい、マーケットにの、日銀とか金融政策の影響も大きくなってますから、はい、でここは、まあ、日銀もしっかり考えて、政府はデフレ脱却の千載一遇のチャンス、はい、あのチャンスじゃなくて千載一遇のチャンスなので、これをものにしないと、もうもしかしたら次早上がれないかもしれませんぐらいの覚悟で、はい、まあ、政府はやってるわけですから、まあ、日銀もその辺は考えてもらいたいと思います。そうなんですね。政府はでもちゃんとやってるんですか。いや、なんかこう今ね、はい、政治不信みたいな感じになってるから、はい、そのあたりがこう懐疑的に映るんですけども、はい、やってることはやってます。これはあのやはり政府も税収が上がりすぎていた部分を返さなきゃいけないので、やはりあの岸田さんは減税をやりましたから。ああそうか、はい、それはね、はい、じゃあそこはやってると見た方がいいんですね。ま、はい、もなく7時です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。読売新聞です。アメリカ議会下院が13日中国発の動画共有アプリ TikTok のアメリカ国内での配信を禁止する法案を可決しました。膨大な利用者のデータが中国政府に流出する安全保障上のリスクに配慮した対応で、運営元である中国のバイトダンスには半年以内にアメリカ事業を売却するよう求めています。法案はアメリカ国内で中国など敵対する外国の企業が管理するアプリの配信を禁じる内容で、TikTok のアメリカ事業の継続にはバイトダンスが一定期間内に事業を売却する必要があります。
法案の成立には上院での可決を経てバイデン大統領の署名が必要です。議会内には禁止に慎重な意見もあって上院で可決できるかどうかは見通せない状況です。法案が成立した場合 TikTok 側は法的措置を取ることも検討する方針です。中国外務省の副報道局長は14日の会見でアメリカの動きについて国家の安全保障を理由に他国の優れた企業を恣意的に抑圧しており強盗の論理だと述べました。中国のバイトダンスに半年以内にアメリカにその事業を売却ですねするよう求める TikTok 禁止法案、これは相田さんはどうご覧になりますか。はい、当然ながら背景には米中の対立というところがあります。あ、はい、しかしやはり11月に大統領選挙がありますので、ソーシャルメディアがこうフェイクニュースなどで、選挙結果に影響を与えるというのを、とても恐れていると、そういう、こう対策をしっかりしてくださいという、メッセージも、含んでいるんだと思います。はい、で下院の採決ですが賛成が352、反対65、超党派で可決をしたということなんですね。でアメリカが TikTok に対する警戒を強めている理由です。読売新聞は中国政府が TikTok の親会社である中国企業バイトダンスへの関与を強化しているためだと報じました。ブルームバーグ通信によると中国政府はバイトダンスの国内部門の株式の一部を取得し取締役1人を派遣したと。アメリカ政策研究機関民主主義防衛財団はバイトダンスについて人工知能 AI の派遣を目指す中国政府の計画の中心にある、このように指摘しています。中国の国家情報法が国内企業や個人に対し国の情報収集活動への協力を義務付けています。アメリカは TikTok を通じて収集したアメリカ人のデータや機密情報がバイトダンスを通じて中国政府に渡る事態を警戒しているといいます。中国政府がバイトダンスへの関与を強めているということなんですね。これを警戒したというところもあると。はい、そういうことだと思いますね。はい、さらに経済が停滞していますので、国民の不満が高まるとなると当然ソーシャルメディアを中心にその不満が広がると、共産党の求心力の低下につながるというところを含めて、ソーシャルメディアに対するグリップを、より強くしていこうということだと思います。とにかく、いろんな要素ですね。はい、ですから、大統領選挙もある、それにはやはり情報流出含めてですね引き締めていかなきゃいけないというところもあるし、中国は中国でその国内事情というのがあるということですね。日本はいいんですかね。日本は自由に発言ができる。私も政府日銀にこうしろと自由に発言して、何も当該も受けてませんので、TikTok とかね、こういうのはありますけど、ね、警戒しなくて大丈夫なんですかね。これ TikTok とかですが、日本もやはりこうやはり米中の対立がありますから、やはりアメリカと協調する必要もあるかもしれないですよね。大したことのない情報、それだってほとんどがそうでしょうけどね。でしょうけれども、でも中にはということもありますし、もしかしたらだからね、こう指示が出て逆にこの探っていくってこともおそらくできるんでしょうからね。そうですね。どこかでつながってるってことですもんね。この TikTok なら TikTok で、その個人と、その会社がつながるということは、そこから先いろんなものがこう取り出せるという危険もあるというところを、このあたりはアメリカも警戒したということのようですね。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、旧ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時6分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻7時13分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞電子版、マイナス金利 YCC ETF 買い、同時解除に株式市場警戒。
来週日銀の金融政策決定会合を控えてマイナス金利政策の解除とイールドカーブコントロール YCC ですねの撤廃、長短金利操作の撤廃、そして ETF 上場投資信託買い入れこの停止という3点セットの同時解除を見込む声も出ているという日経新聞の記事です。市場では来週の決定会合でのマイナス金利政策の解除を織り込む動きを強めているといいます。さらにイールドカーブコントロール撤廃のほか ETF や、リートですね、不動産投資信託などリスク資産の買い入れも停止する、こういう見方が広がっていると出ています。日銀が来週の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除とイールドカーブコントロール長短金利操作の撤廃、そして ETF 上場投資信託買い入れの停止という3点セットの同時解除を発表するのではという見方、相田さん、これはどうご覧になりますか。はい、この3点セットは、2つに分けて考える必要があります。まずは、イールドカーブコントロール、長期金利の操作ですね、そして ETF これ株を日銀が買うということに関しては、通常に日銀は、長期金利長めの金利は完全にコントロールできない、当然株式市場にも直接的な影響を与えることはない、こういうのが通常ですから、このイールドカーブコントロール、長期金利を抑制するというイールドカーブコントロールですとか日銀が株を買ってしまうという ETF というのは当然これは非常時の対応なわけです。この停止というのは、分かると、しかし、日銀は短期の金利は、ほぼ 100% きれいに、コントロールできるので、マイナス金利政策の解除というのはその政策金利、短期の政策金利を日銀がコントロールできるものを上げるという行為なので、利上げ、いわゆる引き締めだということですね。引き締めるということは、景気を抑制する力が働いてしまうので、マイナス金利政策の解除に関しては、当然これは拙速でまだやるべきではないと。利上げというのは物価上昇率が加速してしまうときに抑制するために利上げをする、そう取ると景気は冷えてしまうというコストを払うことになります。ただ今日銀が別に利上げをしなくても物価上昇率はどんどんスルスルこう安定してきてるわけです、ということは金融政策を引き締めなくて景気を抑制しなくても物価が安定してきているんであればこれボーナスなわけです、わざわざそのボーナスを手放す必要はあるんですか。このボーナスを使って、もうこの数十年のデフレを完全に脱却しようとするのが政府の考え方なわけですから、ここは日銀には大人の対応を、してもらいたいと思いますね。ですからこういうふうにこの3点セットだから分けて考えなきゃいけない、ということなんですね。今相田さんの話で、あ、なるほどなというふうに分かります。ただ、こうやって3点セットと言われると同時にやるものなんですかこれみたいにね、こうどうしてもこうそういうふうな理解の方に傾いてしまいがちなんですが、市場では、この3点セットの同時解除が発表されたとしても、もはや織り込み済みという市場反応が予想されると冷静な声も多い、このように日経新聞は、言ってます。日経新聞織り込み済みという見方を報じていますけれど、この3点セットの同時解除が発表されると例えば株はどうなるんでしょう。決断自体は織り込み済みかもしれませんが、その日銀の行為が景気に影響を与えることに関してはこれ織り込んでないわけですから、当然引き締め方向であれば景気は冷える方向に行くので、日経金の株価というのはやはりこう下がってしまうリスクというのはあると思います。ではどれぐらい下がるのかというのはこれ3つに依存していて、1つは日銀がマイナス金利政策を解除してその後どれぐらい追加的に利上げをしていくのか、このペースをどのぐらいとマーケットを見るのかによって変わってくる、ペースが速ければ当然日経平均が大きく下がってしまうことになる、2つ目が別 に、日銀が引き締めたとしてもアメリカ経済が絶好調であれば日経平均は上がるわけです、ただアメリカは年後半にやはり消費などが冷えてきて、景気は減速して、FRB が利下げに転じてくると
当然日銀の利上げと、まあ、方向感逆になるので、はい、円安は円高方向に振れるとするとやはりこの円安ボーナスがなくなるので、はい、収益企業収益が下押されるリスクが懸念されて、日経企業なんかはそうですね、まあ、下がる、リスクがある、もう一つは政府の対応です、はい、まあ、日銀が引き締めても政府がガンガン財政を出して景気を支えていればいいですけれども、まあ、日銀の決定がデフレ後の予算、いわゆる金利が上がっていくことを懸念する予算にしなきゃいけないという考え方のもと、政府も緊縮財政にいてしまった場合には、はい、日経金は大きく下がる可能性がある、ということはこの日銀の判断だけでなくて、その後に続くこの3つの判断がどうなるかによって、まあ、株価の動きというのは変わってくるんだとは思います、はい、マイナス金利政策の解除、 YCC の撤廃、ETF 上場投資信託の買い入れの停止、まあ、この3点セットの同時解除、これはありますか？今あるというのがマーケットの一般的な見方ですけれども、はあはあ、まあ、もう少し冷静な対応をした方がいいんじゃないかとは私は思っています。とその来週の18、19の日銀のですね、政策金融決定会合で、でもこの可能性としては織り込み済みってことは、はい、あり得るってことなんですか？うん、織り込み済み、まあ、これが難しいところで、まあ、日本ですとマーケットが織り込んでるから起こるっていう考え方なんですけれども、はい、これは海外ではあまりなくて、はい、まあ、年初でも FRB は3月には利下げをするんではないかということをほぼマーケットが織り込んだわけです、ただやらなかったですね、はい、だから別にマーケットが織り込んでるからといって、起こるわけではないということですね、ということはやはりボードがしっかり政府と経済政策の方針を整合的にしながら、本当にデフレ脱却できますねと、3度目の失敗はしませんねということをしっかり確認してやらないと、ボードにいる9人の責任というのはものすごく大きい、審議員のね、そうですね、デフレ脱却の千載一遇のチャンスをものにするのか、この9人の決断によってそれが失敗をしてしまうのかというものすごい重い決断をする3月と4月の金融決定会合になると思います。まさに歴史的な決断をすると言っても過言じゃないくらいですね。そうですね、はい、だってね、間違った決断をしてしまったら、また逆戻りになっていくと、はい、近づいていくと可能性があると、はい、物価は安定してるわけですから、そんなリスク取る必要ないと思うんですけどね、はい、このままこのままでいけば、そうですね、これ FRB も利下げに転じて、はい、まあ、過度な円安に行くリスクっていうのがだんだんなくなってくるわけですから、はい、まあ、なんでそこまでリスクを日銀が取るのかっていうのは私には理解できないですが、大人の対応ですね、まあ、利上げという形にしない中でも、はい、マイナス金利政策を事実上解除するやり方はあるわけですから、まあ、ちょっと考えてほしいと思います。おそらくその相田さんの先ほどのお話にもありましたけれども、その日銀の方々は、まあ、今は異常事態なんだと、だから早く正常時に戻したいんだと、この気持ちが非常に強いっていうのもあるんでしょうね。強いというのがありますし、年初に、まあ、天皇陛下の、まあ、年初のお言葉で、はい、まあ、国民は物価高に苦しんでいるというお言葉があったことも、はい、これ影響している可能性はありますね。そうですか。天皇陛下の言葉に物価苦しむ国民で言われてしまったと、はい、物価の安定というのは日銀の最大の役割マンデートですから、はい、まあ、1月から急にこういう動きが大きくなってきた、まあ、一つの要因になっているかもしれませんね。あともう一つよく言われるのが、まあ、アメリカの景気が、まあ、落ちてくる、そして、まあ、利下げしてくると、でその利下げしてきた時に日銀が利上げをするっていうのがしにくいと、だから今しかないみたいな、なんかそういう話も聞くんですが、それはいかがですか？はい、まあ、それは日銀のロジックで、今しかないんであればやらなきゃいいって、はあ、これは普通の考え方なんですけど、今しかないっていうのはなんか不思議なロジックでして、今しかないんだったらやる必要はないですし、はあ、今しかないと日銀のあれ FRB の利上げのピークでやって失敗して日本をデフレに戻してしまった過去の2回の失敗を全く、はい、学習してないということになってしまうと思います。そうですか、はい、続いてはこちら、読売新聞、戦闘機輸出15カ国限定、今月下旬にも改正、
日本がイギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出に向け、政府が検討している防衛装備移転三原則の運用指針改正案の概要が分かりました。輸出の対象を次期戦闘機に限り、輸出先も紛争の平和的な解決を定めた国連憲章に沿った移転協定などを結んだ15カ国のみとすることが柱です。この15カ国というのはアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE、 こうなってます。次期戦闘機の第三国への輸出をめぐり協議を続けてきた自民公明両党は今日政調会長会談を行い大筋合意する見通しです。指針の改正では今回第三国への輸出が可能となるのは次期戦闘機だけで、新たに輸出の必要性がある国際共同開発のプロジェクトが生じた場合には与党と事前に協議して指針に追加する方針を明記します。次期戦闘機の輸出の要件としては、輸出先について国連憲章の目的と原則に適合した使用を義務付ける国際約束の締約国のみとすることに加え、現に戦闘が行われている国に対しては移転しないことも盛り込む方向で調整しています。これは戦闘機が武力紛争に使われることや紛争を助長する事態を懸念し、厳格な歯止め策を求めた公明党に配慮したものだといいます。次期戦闘機の第三国への輸出に向けた動きですが、15カ国に限定、これどうご覧になりますか。はい、ロシアのウクライナ侵攻、米中対立、という問題がありますので、はい、防衛の国際協力というのが極めて重要になってきています。そうなりますと当然装備を共通に持っていると防衛協力というのは深く、強くなりやすいということが一つ、はい、もう一つはこれは日本、イギリス、イタリアが共同開発するものですから、第三国へ輸出ができますと当然、生産設備の拡張が可能になって、はい、行き当たりのコストもしっかり落ちてくるので、そうするとやはりこの、最新鋭の、戦闘機をもっとこう増やすこともできることになるので、はい、そういう、 こう両面を見た、対応ということになると思います。はい、実際に将来ですね、これらの国に15カ国に次期戦闘機の輸出を行う場合は、政府は個別案件ごとに改めて閣議決定を行い、事前に与党と協議する機会、これを確保する考えであるというふうに言われています。続いてはこちら、日経新聞、日本の設備進まぬ更新。日本企業の生産性向上に向け、工場の設備やソフトウェアなどの高齢化を解消する重要性が高まっています。内閣府によると、設備の新しさを示す平均年齢は2019年時点で日本は 11.8 年と G7 主要7カ国で2番目に老朽化していまして、設備の更新は大きな課題となっています。設備の新しさを示す平均年齢、最も長いのはイタリアの 13.3 年で、それに続くのが日本、最も短かったのはアメリカの 9.7 年でした。日本はバブル経済が崩壊した1991年時点では 7.9 年で G7 で最も短かったわけです。新規に借り入れをする形での設備投資を抑える傾向が広がったことが老朽化につながりました。日本企業が積極的な設備投資に踏み切れない状況は設備投資動向にも現れています。大企業が持つ資産のうち、工場の機械や店舗といった設備が占める比率、この20年で半減しました。日本の設備が高齢化しているというこの問題です。相田さん、これはどうご覧になりますか。はい、これはとても大きな問題でして、はい、企業というのは貯蓄をする、部門ではなくて、はい、投資をする部門です。はい、ただこれまで、企業この30年間は、貯蓄が投資を上回る、異常な状況、すなわち過小投資、はい、投資が足らない、不足するという過小投資の状況だったということです。当然労働者というのは新しい設備、より設備が大きいところで働くと、これ生産性が上がるわけです。はい、ということは投資をしないということは
労働者1人当たりの生産性は上がらないということになります、生産性が上がらないと持続的に賃金というのは上昇していかない、はい、賃金が持続的に上昇していかないと需要が停滞するので企業がもっと投資ができなくなる、はあはあ、そうするとまた労働生産性が上がらない、まあ、設備が老朽化するというのを繰り返してここが悪循環していたのがこれまでですので、やはりこの設備の老朽化というのは大きな問題をよく表しているところだと思います、はい、で労働者1人当たりの日本の設備量は19年の時点で G7 で最下位です。日本では少子高齢化によって比率を算出する際の分母となる労働者の人口が伸び悩んでいる中、それ以上に設備が目減りしていると。足元では資材高、建設業界の人件費増で企業が投資を計画しても予定通りに進みにくいという状況です。人手不足で工事が滞るといったケースも出始めています。日本は長いデフレで物価や賃金が上がりにくい環境でしたが、この数年で上昇に転じる兆しは出ています。企業が溜め込んだ、相田さんおっしゃるこの内部留保ですね、これを投資に回して最新設備を購入して生産性を高める、やはりこういう方向に行くべきなんですね。そうですね、まさしくその通りでして、はい、まあ、デフレ脱却のために、まあ、賃金上昇が重要だよというのは分かりますけれども、はい、実は一番大事なのは、まあ、企業の投資行動が強くなってくる、設備投資が、はい、まあ、強くなっていくというのが重要です、まあ、理由は先ほど申した通り、投資をすることによって労働者1人当たりの生産性が高まって賃金上昇を持続的にして、その持続的な賃金上昇がデフレ脱却につながるわけですから、はい、投資活動の活性化抜きに持続的な賃金上昇デフレ脱却はないわけです、はい、となると今まで企業は投資よりも貯蓄が多いとい う, こう貯蓄率がプラスという家計と同じような行動をしてしまって投資が不足していた、はいはい、ということは企業の本来の状態である、貯蓄を投資が上回る貯蓄率がマイナスであるというポジションに来るまで、デフレ脱却という状況ではないわけです、はい、これは、まあ、当然政府も認識していて、岸田さんは、岸田総理は、まあ、昨年からずっとコストカット型経済からの脱却と言ってるわけです、はい、言ってますね、それは。ということは、はい、デフレ脱却とコストカット型経済の脱却、企業の投資行動の活性化、企業貯蓄率のプラス、異常なプラスから正常なマイナスへの転換というのはこれセットなわけです、はい、ただそこに至る前までに日銀が利上げをしてしまうわけです、これは私は判断としては拙速だというのはまたしくこういうところに影響を与えているということですね、はい、続いてはこちら、朝日新聞、原発事故東電と和解、東京電力福島第一原発事故をめぐり国の原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を東電が拒否し手続きが打ち切られた福島県浪江町の住民ら696人が国と東京電力に損害賠償を求めた集団訴訟、原告全員と東電の双方が昨日福島地裁で和解しました。東電が謝罪し和解金を支払うなどの内容となっています。原告側は国への訴えを取り下げて訴訟は終結しました。原告側弁護団によりますと去年6月に結審しましたが、地裁が今年2月、原告の多くが十分な賠償を受けておらず早期解決が望ましいと和解を勧告していました。金額は非公表ですが、22年の国の賠償基準、帰還困難区域で130万円、居住制限区域で280万円をそれぞれ上回るといいます。原発事故で一時全町避難を強いられた浪江町、去年町民およそ1万6000人の代理人となり、東京電力の精神的慰謝料月10万円が不十分だとして国の原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲裁を申し立てていました。そしてようやく和解となったということなんですがね、相田さん、ようやく和解ですね。そうですね、ようやく和解というのは、はい、まあ、良かったとは思いますけれども、はい、まあ、ただ問題は、震災が起こってから相当長い年月の、が経って苦しみがあったということ、そして、まあ、コロナという問題があって、さらに生活が厳しくなってしまった方々もいらっしゃって、そういう方々がもうこれ限界になって妥協してしまった結果であれば、これ非常に残念だということだと思います。そうですね、はい、時刻7時33分です。
時刻7時33分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。対面ネット証券の10社の新NISA口座を経由した投資信託株式の購入額が2月単月で1兆3949億だったことが分かりました。うち5割が NTT など個別株でした。1月から2月の累計では3兆円を超え、概算で急成度だった前の年のおよそ3倍のペース。日経平均株価が最高値圏にあってもコツコツ買い続ける新たな投資家層が台頭してきました。新NISAが今年1月にスタートしました。これで投資信託や株式の購入額が急増しています。相田さん、これはどうご覧になってますか？はい、やはり家計の投資行動は大きく変わったと思います。はい、今まではデフレという状況です。デフレというのは現金の価値が目減りしないどころか、はい、現金を持っているだけで価値が上がっていくという状況です。ただ今はインフレに変わってきて、物価が上昇するようになってきているので、現金を持っているだけですと毎年インフレ分、こう目減りしていっちゃうわけです、ね、お金の、ね、はい、価値が、はい、とそうすると現金は寝かしておくんではなくて投資をして、やはりそのインフレを上回るリターンを上げないと目減りしてしまうので、これインフレヘッジと言いますけど、インフレヘッジ、はい、これ投資のイロハの意はインフレヘッジなわけですね、はい、インフレをヘッジするためにや投資をしなきゃいけない、それがNISAという制度と相まって、こういう、増加につながっているんだとは思います。はい、で日経平均先月およそ34年ぶりに史上最高値をつけました。そんな株ですが、長期のこの相場低迷を経験した高齢者は株価が上がると塩漬け株を売る傾向が強かったといいます。一方足元では株価水準とは無関係にコツコツ購入を続ける若年層が新たな投資家層として台頭しているということなんですが、これはどう受け止めますか？はい、やはり若年層はやはりこう期間を味方にできるわけです。長い期間投資をできますので、はい、コツ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 投資をしていくと、投資というのはこう複利で、はい、どん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 こう利子にもさらに利子がついてという感じで、どん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 複利で、資産というのは増えていきますので、若年層がコツコツ、期間を味方にしながら、投資を増やしていくというのは良いことだとは思います。はい、そして投資信託ですが、2月の投資購入額首位が1月に続いてオールカントリー全世界株式で1892億、2位はアメリカ株式 S&P500 1415億円でした。これはどういう点が人気となっていると見ればいいんでしょう？はい、やはり過去のチャートを見ると、はい、アメリカは短期の振れはあるけれども長期で見れば上がっている。日本株というのは長期で見ると、はい、なんかこう横ばってるような感じがする。これはアメリカなど日本以外の国というのは名目 GDP というビジネスのパイ、経済の規模というのは着実に拡大しています。ただ日本は、財政政策が緊縮気味だったことによって名目 GDP というビジネスのパイを拡大するという責務を政府が果たさなかったことによって、ずっと125兆円という、こう名目 GDP の水準で変わらなかったわけです。ということは過去のチャートを見るとアメリカ株というのは長期的に上がっているのでアメリカ株がいいと。ただ今ようやく日本も財政をしっかり拡大することによって名目 GDP が拡大するようになったので、日本も、日本株も、あめてアメリカ株のように持続的に上がる素地は出てきた。ただ緊縮したら終わりです。そうですよね、はい、あともう一つは政権変わって変わるとかそういうことはないですか？そういうこともまた緊縮に戻ってしまう。そうですよね。ということは、リスクですけれども、名目 GDP が持続的に拡大するという当たり前の姿に戻るかどうかによってアメリカ株ではなくて、日本株にも投資する方っていうのは増えてくると思います。はい、時刻7時37分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。時事通信です。日本銀行は来週18日19日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する方向で調整に入ったといいます。2024年春闘で大企業を中心に去年を大幅に上回る賃上げ回答が相次ぎ、 2% の物価上昇目標の持続的実現の確度が高まった、こういう見方を強めていると。
連合が今日15日に発表する回答の第1回集計結果を確認した上で最終判断すると言います。マイナス金利を解除しますと2007年以来17年ぶりの利上げ、長期金利を 0% に誘導する YCC 長短金利操作の撤廃を含めて大規模金融緩和の正常化に踏み切ることを検討すると言います。日銀がマイナス金利解除で調整という時事通信の記事ですが、改めて相田さん、これどうご覧になりますか？はい、こういうリークは良くない。良くない。そうですか。良くないですね。これリークですもんね。はい、リークですからね。まあ利上げをしたい関係者は必死なんだと思いますね。あ、はい、まあ、政府は、デフレ脱却の千載一遇のチャンスをものにするために日銀に適切に金融政策をやってください、すなわちもう少し我慢してくださいというのが政府の意向ですけれども、その、まあ、意向をしっかり認識している、植田日銀総裁はやはりまあ慎重な対応をしていこうと考えているんだと思います、はい、ただこういうリークをすることでもうマーケットでは決まってますと、世間一般もマイナス金利政策解除というのは納得してます、織り込んでますと言って、まあ、植田総裁をまあ説得しようとして必死にやっていると。実はまあ政府の動きもあって、はい、まあ、ここ1日2日は実はあの 100% ぐらいまあ近く解除を織り込んでいたのが、まあ 70% ぐらいにちょっと下がったんですよね、はあはあ、困りましたってこういうリークが出て、またマーケットに織り込ませて来週の決定会合ではもうマーケットが起こりますと、逆にやらないと大変なことになりますと今言って、まあ、説得しようとしてるんじゃないかと疑われますよね、ですからこういうリークは良くないわけです。あ、そうですね、はい、じゃあなんでそういうリークをするかというと、やはりこの日銀という存在の中で、今は異常なんだというこの観念が非常に強いということなんですか？強いということですね、ですからできれば早くそういう異常な状況から脱することが、はい、望ましい。ただ異常なのは日本経済なわけです、はい、なかなか30年デフレから脱却できなかったという異常な状況だったわけですから、その脱却できる千載一遇のチャンスであるんであれば、はい、金融政策が異常かどうかというのは、本と松であれば松なわけです、はいはい、でそれを金融政策の今異常を最初に直そうというんであれば、これはもう本末転倒なので、それでこういうリークを使ってマーケットに怒らせて、織り込んでるからやりましょうという話になるのは、さらに本末転倒ですよね、さあこれ来週どうなるのか、どうなんでしょうかね。なんかこう今のね、相田さんのお話、外堀埋められつつある上田日銀総裁だけど、はい、跳ね返せるかっていうようなところがポイントですね、はい、はい、相田さん今朝もありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんです。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。